見出しがどう設定されてるかって裏側は分かんないので、そうなん、見れるの？見れるんですよ。 Google からの評価すごく高くなりやすいんですよ。でも行政とか簡単に頼めないでしょ。あるんですよ、それが。全国上位 3% の判定員が絶対に外さない5つの法則の書籍データを無料でダウンロードできます。たった30秒で受け取ることができるので、お申し込みは概要欄から。はい、やってきました、武蔵野メディカルチャンネルですということなんですけども、今日はこれ見たら分かる通りバンバンです。バンバンです。実はこの2人で M1 グランプリ出ておりますと。出ましたね。あれ何年前だったっけ。もう2年前じゃないですか。2年前、まあ、素人も出れるあのグランプリなんですけど、我々素人枠として渋谷のシダックスホールで出ましたね。漫才やってるんですよね。あの時思い出してどうですか。クソ滑りました、ね、今日は集客ですよ。集客のプロとして今日来てもらったんですけども、はい、ありがとうございます。接骨院の開業経営において集客絶対必要なんですけど、最近のトレンドとか、はい、そういったところってどうなんですかね。ネット集客について話をさせていただこうかな。ネット集客って毎年毎年というか変わってきてると思うんですけど、はいはいはい、今のトレンドっていうのはどうですか。トレンドというか結構もう全国どの先生も抱えてる課題として、うん、PPC 広告で集客がしづらくなった。いわゆるリスティング広告。あ、そうです。 PPC 広告、検索連動型広告、はい、Google の広告ですね、はい、昔はできてたけど、どん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 こう集客が減ってるみたいな。減ってる悩みはもうみんな言います、ね、それクリック単価は上がってるんですよ。上がってる。 PPC 広告でクリック単価が入札制なんで、うん、要は上に上げようと思ったら高い単価を Google に提示しなければいけないんですけど、はい、競合が増えれば増えるほど、まあ、クリック単価って上がるんですけど、うん、PPC 広告やる治療院さんが増えてるので、うん、まあ、広告単価はずっと上がってると。上がってるにもかかわらず、かかわらずユーザーのリテラシーが上がって、はい、検索した時に Google 広告って、うん、広告とかスポンサーって出るじゃないですか、うん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 、あれをもう広告だからスキップするっていう人がどんどん増えてるんですよね。昔は分からず、もうそれをクリックしてたけど、はい、スルーしてローカル検索、はい、要は地図と連動してるところとかが、あるいは自然検索って言われる、うん、広告じゃない自然の検索結果のところから見るっていう人が、なるほど、まあ、自然検索がより重要な、まあ、そう PPC 広告に関してはクリック単価が上がって広告費増えてるけど、うん、集客できる人数はどんどん減ってるみたいな。なるほど。今言った通り自然検索をより増やしていくことが集客につながるってことね。そうですね。その分 PPC 広告をスルーする人が自然検索の方にアクセスするようになってる。なるほどなるほど。より相対的に SEO の価値が、これ SEO って言っても多分分かってらっしゃらない方もいると思う。 SEO っていうのがサーチエンジンオプティマイゼーションの略なんですけど、要は検索結果をこう最適化する、要は自然検索での上位表示をさせる施策取り組みのことを言いますね。それどうしたらいいんですか。それをちょっとこの動画でお話しさせていただきます、はい、ありがとうございます。いろんな取り組みあるんですけれども、はい、先生方にすぐできるものとしては2つあるかなと思っていて、一つは見出しの設定をする。タイトルとか、まあそうですね、タイトルも含めてなんですけど、はい、要は本と一緒で、うん、タイトルがあってその中に見出しが、うん、見出し、はい、設定されてるんですよ、はい、第1章何々、はいはいはい、第2章何々みたいな、うん、H1、H2、H3 とかって言われる見出しが設定されてるんですけど、はい、結構多くの先生がこの見出しの設定がぐちゃぐちゃだったり、キーワードちゃんと入ってなかったり、そもそも見出しの設定が何もされてないとか、結構有名な業者さんが作ってるサイトとかでも、うん、そういうケースってよくあって、うん、めちゃくちゃよくあるケースだと本で言うとタイトルですよ、うんうんうん、で本のタイトルって絶対1個じゃないですか、うん、だから H1 って絶対1個しか設定しちゃいけないんですけど、うんうん、それがもう4つも5つも設定されちゃってるんで、これ見てる人もそんな世界あんのかって多分思ってます、はい、まあまあまあそう、イメージしやすいようにここら辺に出しておきます。ちょっと編集でやっていただけるわかんないですけど、いい見出しの例と悪い見出しの例っていうのを、ね、1個すごいですか、はい、ホームページって業者に作って依頼するじゃないですか、はいはいはい、その作ってもらったとしてもこれがぐちゃぐちゃになってるケースなんて、めちゃくちゃ、すごいいい質問。じゃあホームページお金かけて作ったけど全然上に上がってこなくて、はい、お金かけても回収できてない、それは SEO とかの裏側が、はい、作り込めてないからっていうケースは結構ありますね。まあ、有名な業者さんだと全然ダメっていうことはもちろんないんですけど、改善できる余地はまだあるな。なるほど。それ一つね。それ一つですね、はい、これじゃあ自分の見出しでどうなってるかを見たいっていう人いると思うんで、あ、自分のウェブページ見るだけでは見出しがどう設定されてるかって裏側は分かんないので、そうだ、見れるんですよ。それ無料で見れるツールがあるので、それちょっと知りたいな。あ、それちょっと今日の動画の最後に概要欄載したい。そうですね、概要欄に載せて視聴者の方へのできればなと、はい、2つ目いきましょう。2つ目もう一個が
ヒリンクって言われるものですね。ヒリンクって聞いたことあるんですか？なんとなくはあるんだけど、うんうん、ちょっとあのピンク系の？ピンクじゃない、全然ピンクじゃない字で言うと被害者の日にリンクなので、まあ、リンクを被ってる状態を作ることが大事なんですけど、自分のサイトが他のサイトから紹介されてる状態、要は自分のホームページから他のサイトへのリンクって、まあ、管理できればいくらでも設定できると思うんですけど、他のサイトから紹介されてるって自分でコントロールできないですよね、基本的には。医学論文とかと一緒で引用されればされるほど信用性が上がる、信用性が上がるんですよ。だから他のサイトからリンクがたくさん貼られてるとホームページの評価も Google からの評価って基本的には上がるんですよ。ただそのスパム的なリンクはもちろんダメなんですけど、要は自分でたくさん嘘のホームページ作って自分のホームページにリンクさせるとかもスパム扱いされちゃうんでダメなんですけど、ちゃんと存在しているサイトからリンクが貼られてるとすごい Google からの評価って上がりやすいんですよ。でそのリンクを貼ってくれるサイトの中でも信頼されてるサイトだと1個のリンクの価値って高くなるんですよ。でその中でも国とか、まあ、行政が運営しているようなサイトから先生のホームページがリンクされてると、うん、Google からの評価すごく高くなりやすいんですよ。でも行政とか簡単に頼めないでしょ。あるんですよそれが。基本的にはその当然国とか行政のサイトからリンクされるなんてことはできないんですけど、でも中には無料で厚生労働省のサイトから先生のホームページをリンクしてもらえる方法とかもあるんですよ。裏技っていうことでもないんです。基本的にはほとんどの人は知らないものなんですけど、例えばさ何かのこう取り組みとかに賛同してくれる組織の人を募集してますみたいな、あるんだ。あるんですよ。今はないんですけど、例えばプレミアムフライデーに賛同してくれるとか、クールビズに賛同してくれる企業の一覧として、まあ国側としても今年たくさんの企業とか団体が支援してくれますみたいので、こうホームページを紹介してくれることがあって、無料で先生のホームページを紹介してくれるところもいくつかあるんですよ。完全コストかけずに。なるほどなるほど、はい、それはちょっとぜひ登録したいです。いくつかあるんですけど、その中の一部を上田さんの動画の視聴者の方にも概要欄のそこに登録してもらったら、その辺の情報を送りますよって話、ね、そうですね。さっきの見出しが見れるツールと行政のリンクできるところの一部をちょっと、これ視聴者もう全員登録するんじゃない？超有料情報だと思いますね。内容、確認して非リンクのやつ入れたら、うん、自分のサイトが1個上に上がる確率が、めちゃくちゃ上がりますね。そういうことは集客率がほっといても上がる可能性はもうコストかけずに、集客に直結する内容と、内容、なるほど。なのででも本当に見出しをちゃんと整えるっていうのと、非リンクファームサイトとかじゃなくて行政からのサイトからリンクをしてもらうと絶対上がりますよね。一つ、まあ、PPC 広告とか、まあ、集客いろいろあるけど、一個一個を細かく見ていくと、なんかよく分かってくるね、その仕組みというのは。私も今日勉強になりましたよ。まさかその行政とか見出しとかそんなところにやっぱ影響してると思ってなかったから、なんか広告費ガンガンかけたら何とかなると思ったよ。みんな広告やりすぎて高騰しちゃってるんですよ。治療業界も激戦にどんどん入っていくんで、集客を一人でも多くできるための一つの施策が概要欄に載ってってことね、はい、そうですね。無料でめちゃめちゃありがたい。絶対やった方がいいです。無料でできるんで。ということで、はい、今回は集客ということとネットの、まあ、SEO についての対策法をご案内させていただきました。本日はこんなところですかね。そうですね、はい、まあ、動画が良かったら高評価とチャンネル登録、そして最近多いのがシェアがめちゃめちゃ増えてるということで、シェアしてくださいっていうのをちょっと可愛く言ってもらっていいですか。可愛く、はい、じゃあお願いします、はい、シェアお願いします。